ッカー人気を裏付ける今年の高校サッカー、東京西ヶ丘サッカー場でも注目の帝京高校の登場とあって満員札止め、入りきれないほども人出となりました。このペースでいくと昨年の42万人を超える史上空前の50万人以上の観客動員数となり、サッカー元年にまさにふさわしい大会になりそうです。こんばんは。 さあ高校サッカーハイライト、2回戦が今日で早くも終わり、ベスト16が出揃いました。ということは早くも全代表の中から32校が姿を消してしまったということになるんですね。もっと時がゆっくり流れてほしい、そう思っている川村亮です。今日私は西ヶ丘サッカー場に行ってまいりましたが、超満員の9000人、カメラを持っている女の子が多いんですね。女の子のチェックは厳しい、薄井雅子です。今日も後ほど雅子の始まりの予感お伝えいたしますので、そちらの方もお見逃しなく。はい、それでは早速見ていただきましょう。今日の得点です、はい、60ゴール、ね、昨日よりもなんと13得点も多いんです。そして今日までの総得点です、107ゴールと、2回戦終了時点で早くも100点を超えました。そのゴールシーンをこの後たっぷりご覧いただきます。それではそのゴールシーンをまず東京会場から。前回の優勝校帝京が高松商業と対戦、両校同じ色のユニフォームのためコイントスの結果、帝京は13年ぶり赤いのユニフォームで登場です。まずはこの試合からご覧ください。はい、試合開始前に小沼さん表情どうでしたか。小沼先生はですね、おっと抜けたぞ、11番シュートはどうだ、転がった、入った、ゴール、ゴールイン、11番池浦先制点、前半27分。9番これが高松商業高校市原、これはもうホイッスル、もうホイッスル、阿部が左足でかわして、キーパーかわしてシュート入った、ゴールイン、ゴールイン、2対0、帝京後半14分追加点。さあコーナーキック、後半1本目帝京高校、いいボールを上げてどうだ、こぼれた、入ったか、入った、入りました。ダメ押しの3点目になりましたね。さあ帝京のチャンス、キーパー両チームキーパーがものすごく忙しくなりました。回り込んだ、まだボールが生きている、ポンと上げた、キーパーどうだ、クリアしたが、はい、ゴールインですね。素晴らしいシュートですね。いや、帝京ボールになります。手元の時計では1分を切っています。帝京がドリブルに入って、帝京がドリブルに行く、左に行くか、回した、場所でキーパー取り出した、シュート、5点目、5対0、松田美、帝京高校大勝。最後2点取れたんで気持ちです。自分としては満足のいくゴールですか。いやー、そうでもないですけど、2点目は自分の形で取れたんで明日につなげたいと思います。その南和高校、はい、メンバー紹介、スターティングイレブンをご紹介しましょう。ゴールキーパーは島津、このところ急成長。ディフェンダー12番の大森は左サイドバック。さあ15番の大木がボールを持ってペナルティーエリアの中に入った、チャンス、センタリング、9番友近シュート、ゴール、友近先制点。9番の友近先制点を挙げました。そして15番の大木です。さあ1人かわしてチャンスになった、15番大木のシュート、ゴール、大木の2点目が決まりました。前半23分、フリーキック、8番の岡原が蹴るのか、岡原がチャンス出しました、北内へ、北内のセンタリング、ゴール、どうだ、シュート、ゴール、3点目が決まりました。自分たちのサッカーをね、ぜひ見せてもらいたいのさ。さあ抜けました、9番の友近、さあ決定的なチャンスになった、ゴール、シュート、シュートだ、落ち着いています。4対0南和高校。おっとまた取り返した、土産よ、シュート入った、ゴール南島、入った、どうかな、ボールが出るか、また三洋が取り返した、ポーンと前へ送る、そしてここからまた南島か、シュート当てるか、シュート入った、ゴール2点目。手元の時計ですともう10分を切っておりますんで、はい、長内さん、はい、盛岡市立ベンチです。佐々木監督、もう上がれ上がれ、そうでしょうね、とにかくもう1点が欲しい盛岡市立です。はい、ゴール前打てるか、入った、決まりました、ようやく1点を取り返した。そして今ここでホイッスル、試合終了、2対1。この速い攻め、縦の攻撃が静岡学園の特徴です。
久保山から折り返してゴール前、山村に合うか、鈴木のシュート決まった、ゴール。静岡学園、鈴木のキック真ん中パンチで逃げる、左足石黒のシュート、ゴール。素晴らしいシュートです石黒。さて5対0と大勝した帝京なんですが、はい、前回得点王の松波、そして松波が天才と呼んでいる8番の阿部、この2人がともに2得点と大活躍なんです。そしてよく見ると松波からのパスを阿部が決め、阿部からのパスを松波が決めているんです、はい、なんでこんなに2人の息は合っているんでしょうか。さあその秘密はこれ、ドン、アイコンタクトという言葉なんですね。アイコンタクト、そうなんです。このアイコンタクトというのはプレイヤー同士がお互いに相手がどこにパスが欲しいか目を合わせるだけで一瞬にして分かり合うコミュニケーションのことなんです、はい、これはですね読売ヴェルディのカズ、そして日本代表のオフト監督も大切なことだと強調しているんですね。長い間ねコミュニケーション組んでないとこういうことはできないでしょうね。そうなんです。もう1年生の入学した時から2人で組になってやる練習の時には必ずこの2人が意識的に組んだと、そして息を合わせてきたんだということなんです。これからもこのゴールデンコンビ提供で一暴れしそうですね。さあそれでは熱気は埼玉からも伝わってきます。埼玉会場です。国見と前橋育英戦は監督の指定対決、全員守備全員攻撃を目指す武南は神戸弘陵と対戦です。まずは国見前橋育英戦からどうぞ。まあセルジオさん、はい、育英大前線と言っていいですかね。もちろんいいですね。国見が一つのチャンスになる可能性がありますね、はい、ロングスロー、清水がちょっとボールをこぼした、そのまま、あっと育英の選手に当たったんですね、ゴール前に、はい、育英高校が選手点を奪われています。国見高校が選手点を上げています。ヘッド、この9番の姫田、もう一度ゴール、またセットプレーですね。今上げた場所で国見の三浦がおりました、はい、今あチャンスですね、フラッグ上がっていません、チャンスです、1点入ったか、ゴール。いや素晴らしいですね、国見高校チャンス、4番の井上だ、井上、井上がゆっくりと相手ボールでヒールキックだ、長い、長いではない、ゴール。三浦君ですね、三浦ですね。15番のこれは田尻です。田尻がドリーで上がっていきます、中に折り返せますかどうか、折り返して長いだ、シュート決まった、ゴール。今もいい形ですね。さらなるダミオストを入れますか国見高校、蹴るのは三浦、決めればニアポストヘディングシュート、ゴール。決めた、決めた。さあ最初のコーナーキックになりました奈良育英高校です。左から安藤が蹴っていきます。ヘディングには絶対の自信を持っている安藤のボール、さあこれはファーポストで飛んでヘディングシュート、ゴール。8番の中原、そしてもう一人山川健3年生です。フォワードは2トップ、10番の高橋がチームの要、8番の中西俊二、シュート、ゴール。7番の中西兄が決めました、素晴らしいボレーシュート。後半初めてのコーナーキック、前半は左からのコーナーキックで点を取りました。1対1の均衡を破るか、ニアポストに上げた、中に流して、さあシュート、ゴール。中原2点目、胸のワントラップ、さあ安藤がどうする、まだボールをリフティング、さあどうするか、面白いことやりますよね、どうするか、まだボールをキープしているぞ、下げてポーンと浮かした、さあシュート打てるぞ、はい、シュート打った、どうだ、ゴール。11番の横田3点目、中西俊二が走っていく、このボールを出してはいけない、早く上げたい、センタリングを送る、ちょっと短いボール、振り返ってシュート、はい、シュート、クロスバー、クロスバー、もう1回押し込んだ、ゴール。3番の斉藤が決めました、そしてそのボールを抱くように、さあ誰に出す、山下です。16番ヘッドで一旦落として11番の浦田からもう一度山下、ドリブルでヒールバックパス、3番の為谷、センターボールを出してる、シュート打った、入った、ゴール。11番の浦田、ボールを持ちますと向こう側バックスタンドの応援席はもちろん、そしてメインスタンドからも大きな声援が飛びます。8番の斉藤、センターリングいいところだ、ヘディング落とした、シュート、ゴール。13番の江原、大丈夫のようですよ。そうですね、脳震盪とかそういうことはないようです。
さあゴール前いい球が出る、シュートを打つ、シュート決まった、ゴール決まった、ゴール、1点返した神戸弘陵。さあグラウンドまたチャンス、いいボールが出た、江原と1対1か、キーパー前に出る、ちょこんと出してシュート決まった、ハットトリック、江原。3番の久保田にボールがつながるか、久保田が持ち込む、さあ左足、あーゴールキーパー木村拓宏必死のディフェンス、反射フリーキック取ったみたいですね、ゴール前でのフリーキックになりますね。13番の久保田、そして7番の、はい、ゴール。高槻としては1点を返したい、宮崎としてはもう1点欲しい、ゲームのリズムをそれぞれ掴みたいところ。さあ11番の山北にボールが出た、突破力があるぞ、さあ1対1だ、軽くシュート、工業高校2点目、11番の山北。足が心配なんですけど。いや大丈夫です、明日も全力でいきます。ブラン高校なんですよ。いや関東大会負けてるから蹴りをつけたいですね、今度は勝って。何かあのスタンドから人が溢れてましたね今。川越運動公園陸上競技場、実は会場レコードの1万3000人もの観客が集まったんです、はい。ま、収容数は8500人、入りきれなくて一部の人をグラウンドに下ろしての観戦となったんですね。ちなみに今までの記録は J リーグのオープン戦、横浜マリノス対浦和レッドダイヤモンズ戦の1万人なんです。はあ、ということは J リーグを超えてしまった、はい。CM の後もまだまだ好ゲーム続きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。春夏秋冬、日本の美しい四季に調和するヒノキの家。日本の住まい、ヒノキ造りの菊池建設。感動はもうすぐ始まる。 100% の技術、 200% の行動力、光、そしてサウンドが今ステージを熱くする。ユナイテッドスタッフ We are us。あなたの気持ちを照らしたい恋と、はい、選手の熱気だけではありません、観客の熱気もムンムンと伝わってきます。続いて神奈川会場です。昨年の優勝校、四日市中央工業が厚生学院と対戦。まず1回戦ではともに大量得点の東院学園と山城の試合からどうぞ。これはファールを取られて PK、そしてこれはおっとチャンスだぞ、シュート、ゴール、同点です。この一戦は1対1、 PK 合戦に持ち込まれました。これは左へ外しました、東院続けて失敗です。どっちへ蹴るか、あっとキーパー反応したが、4人目の広永、4人終わった段階で3対2決まりました。杉山成功、3対3です。蹴る方も守る方もプレッシャーすごいでしょうね。すごいですね。松本です、助走に入りました、蹴った、決まった、山城高校 PK 合戦の末、東院学園高校を下しました。必死にクリアします。金沢桜ヶ丘高校、まだチャンスはつながっています。さあ7番の北野が行く、センタリング、10番山下、ゴール、
プテンの万行が蹴るのか。そのまま行きます。シュー決まりました。同点、1対1の同点で PK 合戦にもつれ込みました。さあ山下、前半で1点を取りました。あっと、ミッドフィルダーの元選手です。これも決まって大きく右手を上げました。さあ野村、あっとボール入りました。キャプテンです。フリーキックで同点のゴールを決めました。お兄さんも応援しています。あっと入りました。来ます。あっと決めました。金沢桜川高校、初めて選手権大会で初めての1勝です。今度は逆襲です。四日市中央工業高校、左から14番がずーっと走っていきます。さあチャンス、キーパーと1対1、シュート、ゴール！山岡貴則、左に持っていきます。さあ走っていく、ゴール前には10番の中野渡り刺激が詰めている。さあチャンスだ、キーパーと1対1、シュート、ゴール！14番、甲生学院高校やった。ハーフラインのところで待っております。に移りました。六回中央工業高校、ヘディングシュート入った。高校生のワールドカップと言ってもいいでしょうね。そうですね、現在の高1の8月1日以降生まれです。さあ19番がシュート、ゴールです。ゴール、指示が出ています。なるほど、この指示いかがですか。やはりゴール前でですね、空中戦の勝利だと思いますからね。シュート、どうか、ゴール！ 14 番の2レーン、やっと先制した黎明高校。いや、優勝候補の桐蔭が敗れました。山城が波に乗るんでしょうか。それでは続いて千葉会場です。インターハイチャンピオン徳島市立は南米スタイルの仙台育英と激突です。まず南部農林習志野戦からご覧ください。繋いで、さあ14番佐々木前線に出した。河村シュートを打った。逆に沖山です。沖山フリーだドリブルでかわすシュートを打った。ゴールタイムなんですが、はい、岡島監督はまだ2点しか開いていない、はい、まず自分たちのこれはシュート決まった。ゴール3点目。ディフェンダーに当たって難しいシュートですけどね、はい、またコーナーです。ヘディングシュート、ーゴール大きく差がつきました。またフリーか、トラップしてシュート打った。ゴール岡島監督ですね、まあ、得点が入るたんびにですね、まあ、押し黙ってはしまうんですが、プレーがまたシュート、うわーこれも決まった。ゴール原5点目。コーナーキックですが、さあ徳島市立チャンスを迎えました。前半22分コーナーキック、森が蹴ります。どうだ、ヘディングが上がった。決まりました。14番の松屋先制点、徳島市立高校1対0、徳島市立高校先制。サッカーにもですね、はい、ものすごい大きな期待がかかってるんですよね。なるほど、はい、三沢さん、やはりその国体開催権、それからインターハイ開催権というのはね、あとは強くなりますよ。さあ、ボールが流れた。あっと、キーパーを上げているが、入ったか、入った、そのまま入った。オンゴールですね。そうですね、ディフェンダーに当たって、はい、ご覧ください。うわ、最も身長が高い選手です。194センチ。さあ、ずっと飛ぶ大志が攻め込んだ。シュート、藤井が抑えます。もう一回チャンス、ゴール富山大志高校選手権。玉野高南高校チャンスです。壁を作る富山大志、守るのはキーパー新たに狙っていった。あーっと、これはゴール、1対1の同点。後半20分経過しましたところで富山第一高校 PK です。蹴りますのが2番の天野が蹴ります。どういう守りを見せるか。ゴールが決まりました。富山第一2対1。それでは今日の結果です。まず東京会場、岩手盛岡市立敗れ、東北勢すべて姿を消してしまいました。21本のシュートの猛攻撃、静岡学園東海大五を下しています。
続いて埼玉会場国見とブランが登場しました。今日この会場だけで20得点、共に5対1、6対1と圧勝です。神奈川会場です。2つの勝負が PK 合戦で決まった接戦続き、四日市中央工業5対1と好調な滑り出し、黎明も初出場で健闘です。千葉会場です。習志野の9番原が4得点の大活躍、押し気味だったのは宮崎工業、しかし少ないチャンスをものにした米子東が2対0と勝利を収めました。会場で早くも始まりの人だと言われて嬉しい思いをしました。始まりのお姉さんと呼んでください。私ゆすいが注目の選手をご紹介します。このコーナー今日のまさこの始まりの予感はこの人です。南岩の2年生フォワード友近敏郎選手はまさに小さな巨人です。163センチ52キロとチーム一の小柄ながら50メートル6秒の俊足を生かしたドリブルで積極的にゴールを目指します。そして思い切りの良いシュートで得点力抜群。今日の真岡戦でも開始早々の先制点でチームのペースを作ります。そして後半にはダメ押しの4点目を挙げて3回戦進出を決めました。小さなエースは南岩の大きな原動力です。フォワードとしてはかなり体格は小さい方ですよね。それは言われますか？みんなにはちっちゃいちっちゃいって言われるんですけど、自分はそんなに感じてません。でも今日の活躍見てるとね、大きく見えるんじゃないですか。自分の持ち味で足元で速いスピードで相手抜けたら、大きい人体鈍くてついてこれないんじゃないかと思うんで、自分のスピード生かして行ってます。明日の帝京戦勝てばベスト8です。3年前に優勝した先輩たちは勝ってんで、僕たちも明日自分たちのサッカーして帝京に勝ってベスト8行きたいです。この友近選手、足にはかなりの自信を持ってまして、小さい頃からマラソン大会でもリレーでも負けて帰ってきたことがないんだそうです。まあ、サッカーを続ける傍ら、中学の時にはハンドボール部に入ってなんと県で優勝しているんです。まあ、今は2年生なんですが、卒業後は J リーグに入りたい、そのためにもこの選手権で良いプレーをたくさん見せて誰かスカウトしてくれないかなというように話してました。かなり意識してプレーしているようですね。南岩は今度帝京高校との対戦です。この友近くんと帝京のストライカー松並くんとの対決、多分友近くん闘志を燃やしているんじゃないでしょうかね。それでは続いて3回戦のカードをご覧いただきましょう。まず駒沢競技場では帝京小沼監督が最初の正念場というカードです。帝京は南岩との対戦、大宮サッカー場では黎明とともに初出場で頑張る韮崎工業が無難に挑みます。続いて三沢競技場では2回戦ともに PK 合戦をものにした山城対金沢桜ヶ丘、今日はわずか1得点、その爆発的な得点力が火を吹くのか、徳島市立は強豪習志野と激突です。さて高校サッカーハイライトでは明日から素晴らしいゲストをお招きしてお送りします。まず1月4日、ポストラモスは俺だ、読売ヴェルディの若きミッドフィルダー国見 OB の永井秀樹。5日のベスト8、そして7日の準決勝は清水エスパルス、そして日本代表のディフェンダー結婚間近の堀池拓実、清水東の OB です。6日の準々決勝は読売ヴェルディ、そして日本代表のストライカー我らが竹ちゃんこと清水東 OB の武田信弘。そして8日決勝戦はやはりこの人です。日本人プロ第1号、現在はジェフユナイテッドのジェネラルマネージャー、泣く子も黙る奥寺康彦。なお8日はですね、なんと優勝チームがこのスタジオに登場します。お楽しみに。さあここで高校サッカーハイライトから番組をご覧の皆様にビッグなプレゼントのお知らせです。まずはこちら、高校サッカーのトレーナーを7名様に、そして高校サッカーのオリジナルテレフォンカードを35名様に、さらにご覧のサッカーボールを毎日2名の方にプレゼントいたします。応募方法は完成はがきに住所、氏名、年齢、欲しい商品名、そして番組に対するご意見、ご希望をお書き添えの上、郵便番号 104-91 東京京橋郵便局支所箱176号、日本テレビ高校サッカーハイライトプレゼント係までご応募ください。
締め切りは1月11日の消し印有効です。発表は商品の発送をもって返させていただきます。どしどしご応募ください。はい、さて、次はですね、明日は私は、駒沢競技場で帝京対南岩の好カードを見ていきたいと思います。私は大宮サッカー場に行ってまいります。はい、国見が奈良育英と対戦です。そうですね、国見のミッドフィルダー永井敦君のお兄さん、読売ヴェルディ永井秀樹さんが、明日のゲストです。一体お兄さんが弟の試合をどう解説するんでしょうかね。そちらの方も楽しみですね。これも楽しみですね。ぜひご覧いただきたいと思います。それではまた明日も全てのゴールシーンをお届けします。ではまた、ご覧ください。さよなら。ゴールキーパー宮島、さあまた中盤でキープ、石頃から左へ展開します。左のサイドバック望月から久保山へ、この速い攻め、縦の攻撃が静岡学園の特徴です。久保山から折り返してゴール前、山村に合うか、鈴木のシュート決まった、ゴール、素晴らしいシュートです。7番の優衣、松並がここで姿を消すんでしょうか。もうロスタイムに入っています。帝京高校はもうほとんど時間がない。こんばんは。今日はベスト8への進出をかけまして16校が激突しました。私が行ってきました駒沢競技場も大歓声とため息の連続でした。いや、私が行ってまいりました大宮サッカー場も熱気では負けてはいません。もう試合を見ているだけで私も肩が凝ってしまいました。さて、今日の高校サッカーハイライト、実は素晴らしいゲストをお招きしています。国見高校 OB、 そしてポストラモスはこの人でしょう。読売ヴェルディの若きミッドフィルダー永井秀樹選手です。どうも、どうぞ。どうぞこちらに座ってください、ね。永井選手ですけれども、読売ヴェルディペペ監督から松木安太郎監督に代わっての初めての練習の後駆けつけてくれた。そうですね、ギリギリもうさっき終わったばっかりで、今日が初めての練習ですか。そうです、バーレーンに向けてね。また弟さんの永井敦君が国見高校で同じミッドフィルダーです出場してますから。そうですね、この選手権特に気になるんじゃないですか。昔からね、一緒にやったあの弟だから楽しみですけどね。やっぱりあの試合の結果とかそういったものはもう気になって気になってしょうがない。そうですね、練習中も結構気になってるんですけど、ね、さて、その国見高校今日はどうだったんでしょうか。そうですね、ここでですね、はい、今日の総得点ゴール数をご覧いただきます。こちらです。16ゴール、ね、1試合平均で2得点ということなんですけれども、少ないんですけれども、それだけディフェンダーがよく、ね、やっぱりもうディフェンス力のアップですよね、うん、ということは内容のある16ゴールと言っていいですね。そうですね。そして今日までの総得点がこちらです。123ゴールと、またこれから内容のある得点がここに加わってくるんじゃないでしょうか。さあ、一瞬も目が離せない16試合の模様、この後コマーシャルを挟んですぐにご覧いただきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さんのプレーが登場します。そうですね、まあ、お年玉あげた分頑張ってもらわないとね。わかりました。さあ、テレビの前の用意はいいでしょうか。早速東京埼玉会場の4試合からどうぞ。攻撃は 1,2 年生が中心、奈良育英がどこまで国見に迫ることができるでしょうか。まずおなじみのユニフォームで登場、帝京と強豪南岩との一戦からです。黄金の左足と呼ばれています阿部。松並はフォアポストというところにいます。さあ、ボール出した松並のヘッド、ゴール前、どうだ、帝京チャンス、クリアします。よく防ぎましたね。あ、今のは決定的かと思いました ね、 ね。6番の木村が持って上がった。そして右サイドへ、10番の北内、スピードがある、それかわした北内のロングシュート、ターンバーに当たった、まだチャンス、さあシュート、友近シュート、早いですね。南岩高校先制点、9番の友近、友近がまた先制点、石橋監督と抱き合って喜んでいます。今度は南岩、いいボールが出ました。北内高生です、左サイドからゴール前、友近が突っ込む、あー入った、ゴール、すごい角度から入りましたね。友近2点目、前半終了間際決めました。2対0、南岩高校2点リード。帝京とそして南岩高校という対戦は3年前にもこの全国の舞台で一度ありました。阿部、さあ阿部の右足のシュート、右、さあ今残り5分を切りました。3番の小峰、オーバーラップ、ディフェンスの小峰、小峰がペナルティーエリアの中に入った、シュート、あ、惜しいですね。さあ、ほとんど時間がありません。もうワンチャンス、ツーチャンスか、踏み出しシュート、ゴリミキザマのシュート、松並、しかしポストの右、
帝京高校苦しくなった。さあここで試合終了。帝京高校連覇ならず。南和高校がベスト8進出を決めました。あります。さあ右サイドから小野が持ち上がる山陽高校。サイドバックの小野右サイドを突破してセンタリングさあ、ね、逆サイド詰めているボレーシュート先制ゴール。山陽高校だ。闘志がものすごく感じられましたね。で田中監督もですね相手は静岡最高の舞台であると。さあ静岡山村が持ち込む。山村のセンタリング詰めている久保山のシュートゴール上げている5番の山口。そして中盤中村8番の坂本秀樹。あここは厳しいチェックをして、そしてそのボールが静岡学園10番の鈴木から縦へのスルーパス。バッコリはゴールになる。なんとも痛い山陽高校自殺点。でも今のはキーパー触るべきですよね。いきます。国見高校攻めていく。永井がボールを持った7番の中井中央に折り返す。さあ井上はこの位置だ。井上のシュートキーパーよく切った。キーパーをかじきました浪川。外れるたびにうーんと首をひねって、はい、まあ、どうして入らないんだろうという雰囲気ですね、はい、さあロックシュート。ディフェンダー当たった。さあ元田のシュートはディフェンダークリア。ディフェンダー引き出す。過去3回戦に出てきたこともありませんでした。初めての3回戦出場でこの横綱国見高校相手に十分に戦っています。さあ中央に折り返した井上のシュート。キーパー抑えた。キーパー抑えた。キーパーファインプレー。ナイスプレーですね今のはね、はい。長いボールを持っていきます。長いボールを持っていく。この人がボールを長く持つと危ない。長いボールを持っている。長いボールを持ってシュート。キーパー素晴らしいですよね、はい、さあ7番の長いだ。7番の長いだ。長いボールを持っているぞ。長いボールを持っている。中央へ来た。長いボールを持っている。長いボールを持っている。三浦のシュート。キャプテンの三浦。キャプテンの三浦。やっぱり最後は長いから三浦。これはタッチラインを割っていません。1対0後半35分残り5分を切っています。さあ国見のチャンスだ。国見のチャンスだ。これはホイッスル、ね、DK です。ホイッスル。再三の交渉を見せています浪川。ゴール DK を落ち着いて決めました。2対0。この人はドリブル能力非常にあります。自分で持って上がる武南高校の16番。さあ折り返すか。ゴール前キーパーが出る。競り合いになる。江原ディフェンダーがクリアしています。入団がすでに決まっております。 J リーグさあ待たせましたよ。ボールは11番の山北。ボールは決定的だ。さあ行ける。1対1になるか。シュート。これは惜しい。5番の高中。7番の浅木にボールが行く。ゴール前13番の江原がいる。16番の山下もいる。キーパーパンチング。後ろから山下がシュート打つ。キーパーキャッチング。向こうサイド。さあこれが金沢城1年生。この人はラッキーボーイ。後半から変わっております。14番の金沢。さあゴール前センタリング11番の浦田。合わない。左足ボレーシュート決まった。ゴール江原。今日も先制点。江原の先制点決まって1対0。後半の16分、武南高校が先制。超えております。あとはロスタイム。さあボールが出る。3番のカメラヤセンタリング。江原シュート決まった。ゴール江原の今日2得点目。見事に江原のヘディングシュート。ご覧、前回優勝の帝京ベスト16で力つきました。実は永井さんも2年生の時に優勝、そして3年生の時に、まあ、ベスト8で敗れてしまった。2連勝はならなかったんですよね。そうですね、やっぱり選手権での2連覇っていうのはね、なかなかこれ難しいものがありますね。やっぱり相手もよく研究してますか。そうですね、やっぱりマークされるし、ね、やはりよく研究した南浦が勝ったんでしょうか。でそして南浦の小柄な友近くんなんですけども、まだ2年生、そしてここまで5得点なんですけども、どうですか今ちょっとプレーを見て。ゴール前でのねシュートの振りも早いし、本当に将来がね楽しみな選手ですね。まだ2年生で、そして永井さんも2年生の時に優勝で活躍して優秀選手と。そうですね、見てます。素晴らしいですねこの選手将来間違いないと思います。将来間違いない。永井秀樹の後に続けという感じでしょうか。まあ、ゲーム終了後南浦イレブンはひときわま自信をつけたようですね。自信にあふれた顔つきで会場を後にしました。どうぞ。
さあ早くもやってまいりました。私始まりのお姉さんこと臼井がお伝えするこのコーナー、今日は永井秀樹さんが最も気になるこの人です。国見高校のチャンスメーカー永井敦選手はドリブルを得意とするテクニック抜群のミッドフィルダー、読売ヴェルディの永井秀樹選手は彼のお兄さんです。お兄さんがずっとサッカーをやってらしたということで、かなり影響は受けたと思ってますか？兄ちゃんがやってたので、僕もやり始めたので、兄ちゃんに追いつけ追い越せで頑張ってました。全国優勝とかしてたので、僕もああいう風になりたいなって。こういうところを見てください。アピールするところはありますか？やっぱりドリブルだと、ドリブルシュートで得点を入れたいです。まずは今日の3回戦突破ですよね。はい、やっぱり今日も勝ってベスト8に入りたいです。ベスト8進出をかけた奈良育英戦、永井君はひょいひょいと相手をすり抜ける華麗なドリブルと柔らかいパスでゴール前へ詰め寄ります。しかし再三のチャンスにどうしても点を取ることができません。後半終了7分前、永井君からのパスがキャプテンの由良君へ、これが先制点となりました。ハラハラしましたね。やっぱり前半点入らなかったので僕もイライラしましたけど、点が入ってからリラックスしました。今の後半は見事なアシストでした。やっぱアシスト得点したかったですけど。お兄さんに一言お願いします。秀樹兄ちゃんやったよ。やめてくれ、恥ずかしいから。まあ弟さんのプレーをご覧になっていかがですか？やっぱりうまいね。どういうところ？ドリブル。ドリブル。なかなか今思ってますね。まあでも試合前にお兄さんに何か約束してくれませんかっていうふうに言ったら1点取りますっていうふうに答えてくれたんですね。取ってないじゃないの。それでアシストだから半分は責任果たしたんじゃないのって言うと、いやでも秀樹兄ちゃん厳しいからね、許してくれないよ。ダメだ、お兄さんなんですね。いやいや、そんなことない、ね。まあ、でも昨日は前橋育英戦ご覧になって何かお話はされましたか？終わってね、またお腹が空いた顔したんでしょうがないからまたご飯を奢ってあげましたけどね。永井さんは兄弟は3人兄弟。そうです。永井さん自身は何番目で？長男。あと下に2人で、こいつは一番下です。あ、そうなんです。末っ子ね。一番上のお兄さんとしてはもうやっぱり気になりますね。そうですね、まあ、大変ですね、面倒見るのは。まあでも昨日、あ、そうですね、ご両親は性格は正反対だっていうふうにおっしゃってました。そうみたいですね。まあ、僕から見るとあんまりよくわかんないですけどね。なんか弟さん敦君の方がおっとりしてるよなんておっしゃってたんですけど。さて、いきなり永井さんのこのアップで入りましたけれども、ここでですねフラッシュバックのコーナーです。永井秀樹さんのこの国見高校時代をちょっと振り返ってみたいと思います。まあ、早速ですね聞きたいんですけれども、国見高校時代の一番の思い出は何ですか？やっぱりね、まあ、国見ではやっぱり小峰先生いますんで、この先生の後ろ姿っていうかね、バスの運転してる後ろ姿が僕の本当高校時代の一番の思い出ですね。あ、これは国見監督自身が運転して遠征に行くんですね。そうです。小峰監督自身がこの後ろ姿ですね。そうですね、まあ、特に夜なんかね、もう寝らずに運転してくれてますんでね。寝ないで。一番遠いところでどこあたりまで行った？新潟ぐらいまで行きましたね。新潟。そういう時はもう先生はもう寝らずに運転してくれますんでね。僕らは後ろの席で寝てますけど、こうやって夜中パッと起きた時に先生の後ろ姿が見えるわけですよ。こうやって寝てるところから。でそういう姿がやっぱり頭の中に残ってるから、ここ一番の時にはやっぱそういう姿浮かんできますからね。やっぱりここはもう手を抜けないとかね、そういうのがやっぱありますね。もう本当に、国見高校時代は優勝もしている、そしていろんな大観衆に包まれている、そういう華やかな、まあ、場面もあると思うんですけども、やっぱりこういう小峰監督の後ろ姿が一番の。そうですね、僕の思いですよね。そしてこういった努力があって国見、永井選手が2年生の時にゲームメーカーとして優勝を飾ったんですね。この時の気持ちはどういう気持ちでした？優勝か。まあ2年生でしたからね、まあ、がむしゃらにやったんですけど、本当優勝できて幸せでしたです。最後のゲーム終了のホイッスルが吹かれた瞬間覚えてます？覚えてますね。体がね、本当身震いしてるようなそういう感じでしたけどね。そしてさっきもお話にあったように、小峰監督のこの1年間の苦労がここで報われるわけですね。そうですね。この監督を胴上げする時の気持ちっていうのはどういうものなんですか？
本当にね、言葉じゃね、とても言い表せないぐらいのね、感動がありますけど、今までずっとバスを運転してくれたその監督を、そうですね、一番の恩返しになるんじゃないですかね、優勝することが。そして一つね、お聞きしたかったんですけども、卒業の時、小嶺監督とこれでお別れです。その時にどんな言葉を交わしたんですか？そうですね、やっぱり、言葉じゃそんなにね、交わしませんでしたけど、やっぱりこれから先、大学、そしてね、そういうプロの世界で自分が活躍することがやっぱり先生に対するね、また恩返しになると思うんで、そういう気持ちで国見高校を卒業したということなんですね。ということは、今読売ヴェルディ、そしてそのトップで今レギュラーの座をほぼ手に収めている永井選手としては、まあね、まだまだ全然まだまだなんでね、レギュラーをね、確保しようとしている永井選手にとって、やっぱり国見高校時代のこのサッカー生活というのは非常に大きいものがあった。そうですね、やっぱりもう気温になってますね。やっぱりその小嶺監督の思い出というのはもう永井選手の頭に焼き付いて離れていないようですね。コマーシャルの後は残り4試合をお送りいたします。新春恒例ご当地下して勢いに乗る山城と金沢桜ヶ丘の一戦からご覧いただきましょう。ボールを奪うか山城高校、縦にボールを出す、はい、このボールのサポートを早くしたいです ね、はい、ですね、いい形ですよ。さあ9番の川勝が行くか、直接打った、入った、スペースがかなりありますんで、ね、あ、いい形ですね、はい、さあフリーになった、完全にフリーになった、山口打てない、もっとキーパー飛び出した、入った、ゴール、2点目です。追いついて逆サイド、12番のミキが待っている、ミキへ渡った、シュート打てるか、シュート、これも入った、ダメ押しの3点。ベスト8進出に向けて一言。いや、ちょっと今日やっぱり昨日の遠いに勝ったということで、昨日緩みがあったんで、もう一度初心に戻って精一杯やりたいと思います。後ろから19番の酒井がなんとか頭に合わせたいところ。さあヘディングシュートになるか、打てるか、シュート、ゴール、ファールでしょ、あ、キーパーチャージ、キーパーチャージですか、ゴールインかと思いましたが、キーパーチャージ。前半11分が経過したところなんですけども、ここまでの動きいかがでしょうかね、はい、さあ、黎明高校チャンスです、打てるか、黎明高校チャンス、どうか、ボート上げて、ポストに当たった、7番の徳重、またボールを持って左サイド、さあこれは抜けるか、サイド14番のミレが行く、ミレのシュート、どうか、これも外れた、14番のミレの左足、コーナーキック、四日市中央工業高校、上条が蹴ります。さあゴール前、山岡も待つ、ポーンと蹴って、ゴール正面だ、どうだ、入った、ゴール、10番の山岡、四日市中央工業高校先制です。さあ徳島市立高校は昨日コーナーキックから松屋のヘディングシュートで貴重な決勝点を挙げたんですが、キッカーはこの9番の森です。ヘディングに強いディフェンダーのカードも上がってきています。手を挙げた、低いボールだ、どうだ、ヘッド、入った、ゴール決まりました。この習志野にはまだ借りを返してないわけですね。そういった意味で今日は雪辱に燃えています徳島市立高校。さあ習志野、いいボールが出てきました、ゴール前だ、ヘディングどうだ、監督が指示を出して練習をするのが1時間半ぐらいなんですね。その後選手たちは自主練習を行っています徳島市立高校。さあ習志野チャンスだ、ゴール前どうだ、ガラキラ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 、クリアした、クリアした、クリアした、ゴールではない、ゴールではありません、ゴールではありません、よくクリアした、もう残り時間はありません。あーっと、ここで後半終了の笛が鳴りました。徳島市立と習志野高校3回戦PK 合戦に入りました。1人目です。決まりました。本田が手を挙げた。落ち着いて決めた。ゴール。決まりました。落ち着いています。2対2。どうだ、決まりました。ゴール。江尻。ゴール。いました。3
じめ決まりました。ゴール4対4ゴール沖山が決めますとサドンです。本田大きな手どうだ入った入った5対5落ち着いてゴールインゴール6対6あー入りました、沈めました。史上伊佐大輔が止めた。キャッチすることができるか、セーブすることができるか、大きく手を挙げました。決まりました。 PK 合戦で習志野高校があさってのベスト8進出を決めました。落ち着いて天野がどうする。右の長田にボールを預けました。ボールを預けました。そして8番の高野に走りますが、ゴール前ボールがあってヘッドで競ってキーパ ナイスこのキーパーの小川、再三再四いいプレーを見せています。スローインからゴール前ボールを運びたいところでありますが、そのシュートを打った。ゴール8番の徳森、米子東後半の29分、ようやく1点を挙げました。さて大会2連覇を目指す四日市中央工業なんですが、立ち上がりから黎明の厚い守りとカウンターアタックに再三苦しめられたんですが、最後は得意のセットプレーから決勝点を挙げました。コーナーキックを上げた上条君とヘディングシュートを決めた山岡君、やはり2人の間には昨日紹介しましたアイコンタクトがあったということなんですね。やっぱりこのアイコンタクトっていうのは選手の間でも非常に大切ですか。そうですね、あのスルーパス出す時なんてね、目と目が合った瞬間出した方がいいですかね。そしてこれからまたベスト8に上がっていくと独特の雰囲気というのがありますね。そうですね、でももうこのぐらいに なってくると、まあ、実力もそうですけど、やっぱ運っていうのがね、結構やっぱり大きなウェイトを占めると思うんで、分からないということですね。難しいですね、これはいろいろな要素があるということなんですが、はい、それでは3回戦の結果もう一度ご覧ください。帝京2連覇の夢を南は友近の2ゴールが打ち砕きました。そして武南は苦しみながらも準々決勝進出です。インターハイチャンピオン徳島市立は PK 合戦で習志野に敗れました。米子東は初のベスト8進出です。そして続いてあさって6日準々決勝の組み合わせです。駒沢競技場では武南と南浦が激突、7年連続ベスト8の組は米子東と対戦します。続いて水沢陸上競技場、2連覇を目指す四日市中央工業は波に乗っている山城と対戦、静岡学園習志野戦も見逃せません。さあここで高校サッカーハイライトから番組をご覧の皆様にビッグなプレゼントのお知らせです。まずはこちら、高校サッカーのすいませんこちらですね、トレーナーを7名様に、そして高校サッカーのオリジナルテレフォンカードを35名様に、そしてさらに今日はなんと永井選手の直筆のサインボール、これを今書いていただいてます、2名の方にプレゼントいたします。応募方法は完成はがきに住所、氏名、年齢、欲しい商品名、そして番組に対するご意見ご希望をお書き添えの上、郵便番号 104-91 東京京橋郵便局支所箱176号、日本テレビ高校サッカーハイライトプレゼント係までご応募ください。締め切りは1月11日の消印有効です。発表は商品の発送をもって返させていただきます。どしどしご応募ください、ね、はい。そして高校サッカー選手権大会、明日は1日お休みです。あさってベスト8の対決ということになるわけなんですけれども、永井さんはこの1日の休みを現役時代どういうふうに、あの高校時代活用しましたか。僕はね、街を少しね散歩して、はい、あとね遊園地だけ行かない方がいいですね。遊園地はやめた方がいい。これはね、あの今までの選手権のまあなんかあれなんですけど、遊園地行ってあのジェットコースター乗っちゃうとダメですね。いやこれは本当あの真面目な話なんですよ。ああなるほどね。これあのそういう冗談じゃなくて真面目な話で、そのジェットコースターで回っちゃうとダメなんですよ。あそうですか。そういうジンクスがあるんで。そういうこと。それだけはやっぱ気をつけてもらいたいですね。まあ、それでは高校生メッセージをお願いいたします。そうですね。やっぱりもう本当 J リーグっていうのもね、まああの開幕しましたんで、あ開幕するんですよね。はい。開幕始まりますね。本当やっぱり。まあ、高校段階だとやっぱりそういう個人的なね技術とかをやっぱり磨いて、自分はこれがあるんだみたいな、そういうのを内山の採用高校サイドバック
ップの小野、右サイドを突破してセンタリングさ、逆サイド詰めているボレーシュート、先制ゴール山陽高校だ。いよいよ準々決勝、南岩田の大一番を前に、無難の控え室ではなんと大山監督自らが作ったうどんをイレブン全員が食べて腹ごしらえ。果たして監督の愛情を山盛りのうどんが無難を勝利に導くのでしょうか。こんばんは。第71回全国高校サッカー選手権大会、今日はベスト8が激突しました。今日勝てばいよいよ憧れの国立競技場へ。選手たちのその目は怖いほどの迫力でした。それを見逃してなるかと、今日の駒沢競技場、朝8時半には長い行列ができていたんです。11時の開門を10時半に早めて、それで1万3500人が集まりました。さて今日も素晴らしいゲストをお招きしています。読売ヴェルディ、そして日本代表のストライカー、清水東高校の OB で第62回大会で準優勝も経験しています武田信弘さんです。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。今日は地味ですね。今日は地味です。そうですね、去年とはちょっと違ってしっくり決めてる武田さんなんですけれども、後で存分にお話しいただきたいと思います。それではですね、まず今日のゴール数なんですが、はい、こちらです。はい、9ゴールということなんですね。今日4試合、そのうち2つのゲームが PK 合戦で決着がつくという接戦の結果なんです。そしてこれまでの総得点数は132ゴールということです。それではこの後準々決勝のハイライトたっぷりとご覧いただきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それではまず駒沢競技場から。3年前の決勝と同カード、武南対帝京を破った南宇和、初めてのベスト8進出、米子東は国見と対戦です。この浮いたボールヘッドで落として、そして右サイドから7番のアサリ、江原が一旦当てて落としました。右サイド7番のアサリです。武南高校、そして1人かわしていった、センタリングを上げる江原のヘディングが強い、シュートを打った、ボレーで打った、クロスバーを叩きました。前に送る8番の斉藤、これさあ抜けたぞ、抜けた、ボールをコントロールしていきます。左に流して、さあチャンスになった、センタリングを上げる江原に合わす、江原のボレーシュート、右に外れました。江原は今大会このボレーシュートで得点を挙げています。ベスト4、国立競技場で準決勝を行います。夢の国立競技場まであと一歩に迫っている両チーム、しかし両チームとも得点がありません。あ、さあ抜けた、江原のシュート、ゴール、今大会7点目、江原が1点を取りました。南宇和今大会初めて失点を喫しました。1対0。この大会に注がれてほとんど、さあ友近抜けたシュート打てるか、シュート打った、しかし右に外れました。そして北内です。足の痛みを感じさせない動き、そして友近を走らせた、友近シュート、左に流れた。1点をリードしている武南高校、ベスト4へあともう時間との勝負。今ここでホイッスル、試合終了、武南高校2年ぶりのベスト4進出になりました。点の三浦からボールを井上、さあボールはまだ浮いている、井上のシュート、ディフェンダーカット、そしてシュート、ゴール15番の田尻が決めました。後半の13分、さあまた国見が攻める、うわ素晴らしいパスだ、長いから15番の田尻、中央を折り返す、ヘディングシュート、ゴール10番キャプテンの三浦、素晴らしい多彩な攻め。決勝ゴールを決めた高木はこの国見高校出身でした。さあボールは中央、井上のシュート、ゴール3対0になりました。ニューイヤーユースサッカー、日本がこれから世界へ羽ばたいていこうというサッカー元年です。さあまた国見が攻める、ロングシュート決まった、ゴール三浦の左足が火を吹きました。今大会5得点目。国見高校のサッカーが爆発します。さて、得点王江原を擁するブラン、俊足ストライカー友近がいる南浦。2人ともディフェンダーの厳しいマークにあったんですが、一瞬の隙をついてゴールを決めた江原。そして最後まで相手の厳しいマークを振り切れなかった友近。この2人が明暗を分けました。武田さん、それにしてもこの2人のストライカー、今日実際にご覧になっていていかがでした？そうですね、友近くは あんまりチャンスが少なかったんでね、そういう面でボールがなかなか来なかったんで、すごい大変だったんじゃないかな。
そしてもうこの大会ずっと見ていますと本当に相手が当たってくる、そして 削られるという言葉がありますよね。相手のディフェンダーによって削られるというのは、相手のタックルなどによって厳しい、プレッシャーを受けるということなんですけれども、その言葉がぴったり。それでもフォワードはもう本当に削られて当たり前ですからね。でもそれを本当跳ねのけて点を取らなきゃいけないなと、ね、ご覧のように今ちょうど武田さんのこういった場面ですね。このように足をかけられて、実際こうやられてるストライカー、自分なりに武田さんなりにこれに対して対策というのは立ててらっしゃるんですか？そうですね、やっぱり今はとにかく当たりが強いんでね、体を作ってね、やっぱり倒されないようにね、うまければやっぱり倒されないんでね、そういう面で本当考えてます。そして大観衆が必ずストライカーは得点を決めるものだと思って見ている、このプレッシャー。そうですね、まあ、今回も松並君とか本当点を取って当たり前とかね、はい、言われてるんで本当精神的に大変だと思うんですけどもね、はい、まあ、そこを本当跳ねのけてまた点取ればね、また一段階ステップになるんで、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。ということはこれからそのストライカーといったものが本当に厳しいマークに遭いながら頑張ってほしいということなんですけれども、じゃあストライカー、これからまた残り4試合、準決勝そして決勝と続くわけなんですが、ストライカーに向かって一言お願いします。そうですね、まあ本当点を取って当たり前なんでね、本当精神的にも本当負担がすごいあると思うんですけども、でもやっぱそれを跳ねのけてぜひ1点取って次へまたステップということで頑張ってもらいたいと思います。試合後友近君は本当に悔し涙に暮れていました。そして談話です。明日からは最上級生です。トレーニングを積んで怪我をしない体を作ってまた来年帰ってきますということでした。コマーシャルの後は水沢陸上競技場での試合の模様です。あなたの気持ちを照らしたい恋と感動はもうすぐ始まる。 100% の技術、 200% の行動力、光、そしてサウンドが今ステージを熱くする。ユナイテッドスタッフ We are us。 中村小太郎を改め9代目福助、女形一筋の歌舞伎舞踊。2月4日木曜、静岡市民文化会館、午後2時半と夕方6時半の2回公演。お問い合わせはジャムまで。それでは続いて三沢競技場から。昨年の王者四中高は2トップパワー山城と対戦。王国の復活をかけた静岡学園は福島市立を破って波に乗る習志野と対戦です。前後半80分で決着つかず PK 合戦です。四日市中央工業、まず坂崎が蹴ります。これは止めた、これは決めた。これは決めた、山岡が決めました。2人ずつ繰り出して1対1。フリッチ、止めた、裏口外した、これは止めた、これは入った。4人繰り出して2対2。上条が蹴ります、外した、足でクリアした、ガッツポーズ、立ち木。これで山城が決まりますとベスト4進出と。決まった、山城高校、実に31年ぶりのベスト4進出を決めました。2番の奥山から中央に14番の佐々木、右に開きました、いいパスだ。6番の西川が上がってきた、西川上がってきた、どうだ、シュート、ゴールキーパー間違えた、ヘディング決まった、ゴール。11番の川村が先制点。鈴木のりあきが蹴り入れます。ご覧のような感じです。ファーポストに山村がいます。
さあどうだ、ヘディングどうだ、前線に9番の山村、左に叩いた10番の鈴木伸明、さあ出した左足、2対1、静岡学園逆転ゴールは山村、9番の原田この位置ファーポストにいます、どうか誰に合わせるか、ヘディング、大久保亮太郎、PK 合戦もサドンです。6人目大塚、ど真ん中決めました、習志野は6人目の大塚がゴール、静学は6人目山村、止められてしまいました、山村ダメ、習志野高校21年ぶり3回目のベスト4進出。前回帝京と優勝を分け合った四日市中央工業も2連覇の夢途絶えています。そしてサッカー王国静岡学園の方もこれ後半にロスタイムで1点取られて、そこから PK になってるんですよね。そうですね、でも応援したんですごい残念ですね、まあ、でも厳しい予選を勝ち抜いてきてるわけですから、はい、これはかなり勝つということにもプレッシャーがあるものなんですか。そうですね、県の予選でも本当強いところが多いんでね、うん、本当大変だったと思うし、本大会でもまた勝ち進まなきゃいけないんでね、すごい大変だと思います。周りの期待っていうのはかなりあるものです。勝って当たり前なんでね、静岡もね、そういう面で本当プレッシャーがあったんですか、静岡学園、その点読売ヴェルディの方もそうですよね。そうですね、本当勝って当たり前っていう感じなんで、常にね負けないようにそれで勝っていくのは本当大変だと思います。はい、それでは今日の結果ご覧いただきましょう。駒沢協業です。武南1対0南を破りました。そして国見4対0と堂々たる戦いぶりです。そして三沢協業では四日市中央工業が敗れています。 PK 戦、そして静岡学園習志野戦も PK 合戦でなんと決着がついております。お待たせいたしました。すっかり始まりのお姉さんという言葉が定着して喜んでおります。このうっすーがお伝えしますまさこの始まりの予感、4人目の今日はこの人です。無難のアッチこと江原アッチ選手はキャプテンでチームのエース、182センチ70キロの恵まれた体をフルに生かしてヘディング、そして左右両足から強烈なシュートを放ちます。ベスト4進出をかけた強豪南岩田の試合でも冷静な判断と持ち前の勘の良さで序盤から相手ゴールを脅かします。そして後半12分、相手ディフェンスからのこぼれ球を左足でシュート、結局これが決勝点となって国立への切符を手にしました。素晴らしい先制点、あれはもうたまたま自分のところに来たんでね、蹴っただけですけど。キャプテンとして見て逆転満点どれくらいですか。そうですね、みんな頑張ったんですけど、ちょっとシュートミスとかやっぱりあったんで、90点ぐらいはつけられると思うんですけど。ここまで来たらあとはやはり、そうですね、優勝ですか。頑張ります。まあ、この江原くん今大会すでに7得点と現段階での得点王なんですね。トップワンのニックネームも持っているんだそうです。どうですかご覧になって。そうですね、シュートを本当数多く打ってましたし、でもキャプテンで13番っていうのもちょっとフォワードです。珍しいですね。まあ、武南高校はね、あるんですけども、ではこの江原くんに何かアドバイスをお願いできますか。そうですね、まあこれ準決勝決勝とマークとかすごい厳しいと思うんですけどもね、まあとにかく1点1点決めて、まあ、この調子で得点を取ってほしいなと思ってます。まあ、この大会はちょっとできすぎかなって言ってた江原くんなんですが、この後は大学に進学して、その後プロになる精神面、体、今できてないものを養って必ず J リーグに入りたいと言ってくれました。それでは明日準決勝のカードをご覧いただきましょう。明日なのか国立競技場の準決勝、共に今日接戦をものにした山城対習志野が第1試合、第2試合では強敵南屋を破って勢いに乗る武南が古豪国見と激突です。さてここでプレゼントのお知らせです。明日準決勝、そして明後日決勝、国立競技場にお越しのお客様先着2000名の方に、この71回大会記念カレンダーを、ご覧の大会そして公式ポスターをプレゼントいたします。
明日明後日とも国立競技場では当日券を発売いたします。ぜひ会場に足を運んで高校サッカーの生の迫力を味わってください。そして高校サッカーハイライトの番組をご覧の皆様にビッグなプレゼントのお知らせです。まずはこちら、高校サッカーのトレーナーを7名様に、そして高校サッカーのオリジナルテレフォンカードを35名様に、そして今日はなんと武田選手直筆のサインボール、今書いていただいています、2名の方にプレゼントいたします。応募方法は完成はがきに住所氏名年齢欲しい商品名、そして番組に対するご意見ご希望を書き添えの上、郵便番号 104-91 東京京橋郵便局支所箱176号、日本テレビ高校サッカーハイライトプレゼント係までご応募ください。締め切りは1月11日の決心有効です。発表は商品の発送をもって返させていただきます。どしどしご応募ください。さていよいよベスト4が国立競技場で激突するわけなんですが、武田さん、国立競技場とは武田さんにとってどういう場所ですか？そうですね、高校生とかの一つのあそこでやるっていうのは目標だったんでね、まあ、今までサッカーやってきた高校生は本当はあそこが本当に結果を出すところなんで、ぜひとも燃え尽きてほしいなと、あそこで全力を出してほしいなと思ってます。そしてあの大観衆の前でプレーする気持ちというのはいかがなんですか？そうですね、本当にああいうところでやる機会も少ないし、ああいうお客さんの中でやることが少ない選手が多いと思うんでね、まあ、あのお客さんに飲まれないように自分のプレーを出して精一杯やってほしいと思ってます。そしてここで武田さん、これからの抱負を一言お願いできますか？そうですね、プロリーグも J リーグもできますしね、これから本当今高校サッカーで活躍してる人たちとか僕たちがね、まあ日本のサッカーを引っ張っていきたいと思うんで、みんなで頑張ってと日本のサッカーを盛り上げたいと思ってます。武田さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて、山城今淵、習志野原、国見三浦、そして武南江原というストライカーがどんな風にあのゴールネットを揺らしてくれるんでしょうか。本当に楽しみです。10番の山村が左に叩いた、10番の鈴木伸明、さあ出した左足、シュート、山村君ですね。対戦した愛媛の南宇和と埼玉武南の対戦は、両校全国制覇の経験のある強豪校だけに一進一退の好ゲームとなりました。0対0で迎えた後半12分、緑のサブユニフォームで攻める武南は、相手バックスの裏へ上げたロビングボールを13番江原がうまく走り込んでゴールゲット。この1点を守り切った武南が準決勝進出を果たしました。初のベスト8入りで息上がる鳥取の米子東でしたが、強豪国見の前に硬さを誇ったディフェンスも次々と破られてしまいます。後半13分、田尻のゴールで口火を切った国見は、立て続けに4点を奪う猛攻で米子東を一周。九州勢台頭の騎士としておなじみとなった黄色と青の縦島が、今年も国立競技場に駒を進めました。習志野が勝ってそれぞれ準決勝に進みました。以上、ベスト4をかけて臨んだ緑色のユニフォーム静岡学園は、ディフェンダーの望月学などレギュラー陣3人を怪我で欠く、今日も苦しい体勢ながら立ち上がりから互角の戦いぶりを見せました。前半7分、静岡学園は中盤金井からのスルーパスをエース山村がフリーでシュートを放ちますが、惜しくもゴールはなりません。一方、習志野も前半24分、静学のオフサイドトラップの裏をかく攻めで決定的場面を迎えますが、静学1年生向島の必死のディフェンスでこちらもゴールはなりません。両チーム激しい攻防が続く中、先制点を奪ったのは習志野。前半37分、14番佐々木の縦へのスルーパスから5番江尻がシュート。ゴールキーパーが弾いたところへ11番川村が頭で押し込み、前半習志野が1対0とリードしました。なんとか同点に追いつきたい静学は、後半立ち上がり4分、右コーナーキックのチャンスから種井山村と渡って1対1の同点。静学はこのエース山村の大会初ゴールで完全にペースをつかみます。そして迎えた後半22分、静学は左サイド1年生久保山からのセンターリングを、またしても山村が鮮やかにボレーシュートを決め2対1と逆転。誰もが静学の勝利を確信した後半40分、習志野は左コーナーキックと最後のチャンスに4番の鶴岡が起死回生の同点ゴール。2対2から PK 合戦にもつれ込みました。PK 合戦は両チーム相譲らず5人ずつ蹴ってパーフェクトゴール、サドンデスに突入。迎えた6人目、習志野が決め、静学はエース山村。
蹴ったボールは習志野のゴールキーパー伊佐に弾かれ、激しい接戦の末 PK 合戦6対5で惜しくもベスト4進出はなりませんでした。1000人の満員の観衆を迎えて、今日午後横浜の三沢陸上競技場で行われました。緑のユニフォームが静岡学園です。試合は前半中盤での速いパスワークを生かして習志野が積極的に攻めます。押され気味の静学、再三のピンチをしのぎますが、前半の37分、一瞬動きの止まったディフェンスの隙を突かれます。先制点も許しました。しかし後半4分、静学はコーナーキックからエース山村が今大会初のゴールを決めて、すかさず同点に追いつきます。動きの良くなった静学、後半22分にもこの速い攻撃から再び山村がゴールを決めて2対1と逆転します。このまま静学の準決勝進出になるかと思われた試合終了間際の後半39分、習志野がコーナーキックから執念のゴールを決めます。静学土壇場でまさかの同点に追いつかれ、試合はペナルティキック戦にもつれ込みました。PK 戦も両チーム譲らず行き詰まる展開になりました。結局静学は勝利を目前にしながら PK 戦の末習志野に敗れ、惜しくも準決勝進出はなりませんでした。エースストライカー山村が今までの鬱憤を晴らすかのようなボレーシュート、静岡学園1対1の同点とし、喜びが爆発しました。エンジンのかかった静学のエース山村は後半22分にも10番鈴木との絶妙のコンビネーションで完璧なシュート、2対1と逆転に成功しました。しかし静学の勝利目前の終了1分前、習志野の執念のゴールで2対2の同点。試合は PK 合戦へと突入します。 PK 合戦でも両チーム譲らず5対5となり、迎えた6人目、先行習志野が決めました。そして今日2得点の山村、これで習志野が明日の準決勝国立競技場への切符を手にしました。エース山村を温かく迎えた静学イレブンは、敗れたとはいえ素晴らしいサッカーができたと満足げでした。1-1に勝って波に乗る千葉県代表古豪習志野高校との対戦です。そして左から前半押し気味にゲームを進めるのは習志野です。前半37分、6番西川のシュートをキーパーがパンチング、こぼれたボールを11番川村が頭で押し込み、習志野が先制します。ハーフタイムに井田監督から死ぬ気で行けと指示を受け奮起した静岡学園イレブン、後半4分、左からのコーナーキックを頭でつなぎ9番山村がシュート、エースストライカーの山村が全国大会初得点で1対1の同点に追いつきます。これで息を吹き返した静岡学園、後半21分、鈴木のセンターリングを山村が左隅にゴール。山村この日2点目を挙げ、静岡学園2対1とリードします。ロスタイムに入り静岡学園の勝利は決定的と思われましたが、習志野最後にコーナーキックのチャンスを得ます。まさかと思われたこのチャンス、4番鶴岡が頭で合わせ、土壇場で習志野は2対2の同点に追いつきます。このままこの試合 PK 合戦にもつれ込みます。プレッシャーの中両チーム落ち着いて5人ともゴールを決め、サドンデスに移りました。行き詰まる緊迫感、習志野の6人目がゴールを決めた後、静岡学園の6人目はこの日2得点を挙げている山村です。習志野は6人目の大塚区は6人目山村、習志野のゴールキーパー伊佐がストップ、静岡学園国立の一歩手前で涙を飲みました。
中を前に一体どんなドラマが待ち受けているのか。こんばんは。第71回全国高校サッカー選手権大会、今日はベスト4の激突でした。じっとしているとつま先が本当にしびれてくるような寒さの中、大観衆が鳴らし続けたホーンの音がまだ私の耳に残っています。試合が始まるときにグラウンドに向かう選手たち、一歩踏みしめるたびに頬が蒸気するのを見ました。これが国立競技場なんですね。さあ今日の高校サッカーハイライト、再び素晴らしいゲストをお招きしています。清水エスパルス、そして日本代表の名ディフェンダー、清水東高校時代は優勝も経験している堀池拓実さんです。ようこそいらっしゃいました。堀池さんは2回目の出演ということで本当にありがとうございます。よろしくお願いします。今日は実際に試合を見てらっしゃったわけなんですが、どうでした国立は。そうですね、雨が降ってたんですけど2万8000人のお客さんが入って、改めてサッカー人気を感じたんです。具体的にどういうところで感じました。そうです、応援の仕方とかね、今までと違ってるような気がするんですけどね。どういうところが。みんなでまとまりのあるね、すごく応援だったような気がするんです。そうですね、確かにね、やはりこれは J リーグのね、応援とかをすごく真似てるような感じじゃないですかね。ミーティングがあったり、はい、みんなで振りをつけたりとかね。さて、今日の得点数を早速見てみましょう。今日の得点、7ゴールということなんですが、堀池さん、ちょっとこの数字を解説してください。そうですね、準決勝2試合ですからね、1試合平均 3.5 ですから、やっぱりこの得点というのは多いと思います。そして今日までの総得点がこちらです。139ゴール。明日の決勝戦の先制点が待望の140ゴールということになります。一体どちらが先制するんでしょうか。この番組は、それでは準決勝第1試合、31年ぶりの準決勝進出京都府代表山城対21年ぶりの準決勝進出千葉県代表習志野、試合前の表情から。山城の控え室ではさすがに緊張した表情。優勝候補の桐蔭、四中高との激しい戦いを勝ち抜いてきたイレブンに国立競技場という大舞台が待っています。さあ今日は習志野戦、原くんがいます。別にストライカーとか別にそんな意識せんと、もうただ自分自身0点に抑えるっていうことだけで頑張るつもりです。目指すは得点を。そうですね、まだ江原君とか原君とかまだ上にいるんで、できたら抜きたいなと思ってますけど、今日勝たないと、優勝も見えてこないんで、ぜひ今日勝って、まだ国立で試合したらいいなと思いますけど。一方こちらは21年ぶりの4強入り、エンジョイサッカーというモットーの通り明るいムードの習志野です。ここまで来たらね、もういろんなこと言ってもしょうがないですから、とにかく楽しくやっていい思い出になってくれるっていうことだけ祈ってます。点取ってチームに貢献できればいいなと思ってます。はい。気をつけることは。気をつけることはミスしないことです。ミスしなければ勝てる、はい、勝てます。たった今主審の坂田さんの笛が鳴ってキックオフです。さあドリブルで川村が抜ける。僕のドリブルは長井さんに負けてるの、それにすると言っておりました。シュート、遠くから打ちました。2番の沖山のシュート、流れましてお客さんからドーッと歓声が漏れたところです。さあ今度は縦に抜けた。さあ三木だ、三木のシュートだ、入った、ゴール。先制は山城、三木のシュート。前半の11分、縦一発、山城高校が前半の11分、12番三木のシュートで1点を先制しております。ヘッドで設定、さあどうか、チャンスだ、押し込んだ、押し込んだ、よーくクリアした山城、ディフェンダーのファインプレー。早くも立ち上がっております前田監督です。そのボール、さあそして6番の深見、この選手確認、ゴール前を見て川勝が飛び込んだ、いざパンチング、キーパー倒れている。さあつなぐ、10番の岩内、上げてシュート、押し浮いた、川勝のボレー、シュートは浮いた。ここの選手権入場更新をしております。縦へ抜けた、川村だ、クリーンになった、シュート打てた、シュート、おっとゴールキーパーの立木、よく抑えました。後半15分、
シュートは山城一本、習志野はまだ攻め込んでもシュートがありません。この後おっとシュート、11番の河村のスライディングでの飛び込みシュート、まだキープしている川勝。それから右サイドに行って、これはフリーになった、15番フリーだ、フリーだ、打てるか、シュートこぼれた、今口のシュート、ゴール、2点目、山城2点目、後半の18分、ディフェンダーがヘッドでゆっくりとクリアしております。落ち着いてクリアができる状況になっております。また6番の西川が放り込む、このボールヘッド、ゴール、10番の大塚のヘディングシュート決まりました。2対1、習志野追い上げる、習志野追い上げる、取った方が勢いつきますよね、はい、1点目の同点だと、はい、さあ西川だ、そして15番シュート、惜しい惜しい、左足、フォワードの白戸のシュート、これをミスした、上がる上がる、グラウンダーで通す、センターには持ち込んだ、持ち込んだ、さあシュート打てるか、川村、キーパーキーパー、ナイスセーブ、キーパーナイスセーブ、今の11番の立木、原君の頭を狙うしかないんですよね、あーもうボールを回して時間なんてそれはないわけですから、はい、さあ通った、川村だ、川村だ、しかしゴールキーパー立木もよく飛び出した、これはキーパーチャージを捉えました。主審の高田さんが時計に1回2回と目をやりました。もうほとんど時間がありません。今笛を変えた、ここで笛、山城高校31年ぶりの決勝進出です。いよいよ決勝進出です。そうですね、目標は国立だったんですけど、正直ここまで来るとちょっと信じられない気持ちです。あと一つ狙いたいですよね。そうですね、まあ無心で来たんで、まあ、ここまで来たら自分たちのサッカーで最後終わって終わると思います。よくやってくれたと思う、いろんな思い出がいっぱいあったと思う、もう諦めかけた試合をものにできたね、そういう物語がいっぱいできたんで、本当にいい大会だったと思います。負けても泣かない、笑って笑おうねっていう約束をしてたそうですね。まあ心ではね、さぞかし泣きたかっただろうと思うんだけども、まあそういう約束でしたんで、うちへ行って静かに泣いてくださいというさあ、終わった後も明るい表情ですね。でも実際本当に悔しかったって選手たちも言ってました。絶対そうだと思いますよ、本当は悔しいと思います。さあ今日山城がこの習志野を下したわけなんですが、今日の勝敗の分かれ目、そうですね、や、なんて言っても山城の守備じゃないですかね。守備、はい、確かに習志野の方がすごく押してるように見えたし、ボール支配率も多いと思うんですけど、山城の守備が本当に完璧だったと思うんですよね。どういうふうに完璧だったかというのをちょっと教えていただきます。ゴール前まで相手に来させなかったってことですね。あのペナルティーエリアにあまり相手に入って来させなかったってことはやっぱり今日の勝利じゃないですかね。むしろこう中盤では習志野が優勢でしたよね。そうですよね。じゃあそして習志野はどうすればよかったんでしょうか。もう少しあの原君とかね、高さのある選手がいましたからね、そこを早めに使ってもよかったんじゃないですかね。本当に大事に大事にちょっとボールを回しすぎたっていう感じですね。得点を取る選手がいる陰には守る選手がいるんですけど、はい、今日の山城みたいによく守った後のディフェンダーだったらどういう気持ちなんですか。そうですね、本当に心地よい疲労って感じで、よくやったって感じですね。自分自身を褒めてあげたいって感じじゃないですか。そうですか、はい、ね、そして先ほど出ましたね、習志野高校、実はキャプテンの末永隆史君はですね、レギュラーじゃないんです。ベンチでスコアをまめに取って、そしてストップウォッチで時間を計ってるんです。そのキャプテンの末永君、本当にみんなよくやってくれた、ありがとう。そして1年間憎まれ役になったけれども、ここまでよくやったと思う、その自分にお疲れ様と言いたいということでした。コマーシャルの後はもう一つの熱戦、国見グラン戦です。第2試合、長崎県代表国見高校対埼玉県代表武南高校戦です。ご覧のように傘が開いております国立競技場。
雨がだいぶ強くなってまいりました。黄色いユニフォームが長崎県の国見高校。しかし無難チャンスか、11番の浦田、さあこぼれ球どうか、おっとこれフリーキックのチャンス、フリーキックのチャンス、立ち上がり無難がチャンス。14番の金沢城がおります。さあどうか、高田が打った、シュートちょっとこぼれて、浦田が詰めていきましたが、これは得点にはなりません。南浦を完封してこの国立競技場の舞台へと進んでまいりました。さあ国見がチャンスか、おっと引っ掛けた、これはホイッスル、ホイッスル、国見高校フリーキックのチャンス。さあこれをどうするか、直接行くか、んトリックプレーを見せて、行った、どうか、キーパー弾いた、キーパー弾きました、いやゴールポストですね。あーゴールポストですか、はい、ここで、これが斉藤が上げて、どうかヘディングシュート、合うか、中央に戻して江原だ、シュート、シュート、ゴール。前半の15分、江原この大会8点目、得点王にまた一歩近づきました江原。さあここからドリブルで、ドリブルでいく、シュートはどうか、おっとポストに当たった、いいですね今のシュートは、2本目ですね、ゴールポストに当たるのは2本目。下が濡れています、雨が降りしきる国立競技場、国立競技場の照明と全てに火が入りました、フル照明です。国見の攻め、三浦が上げて逆サイドまで行った、ヘディングでつなぐ、しかしブランがクリア、クリア小さい、さあどうか、シュート打てるか、シュート左足、どうか、ゴール、ゴールイン、中島、中島、同点、同点、国見高校同点。後半に得点してるんですね。そうですね、初戦は、5点のうち2点って、後半3点、はい、さあ国見チャンスだ、同点に移った、長い、長い、長いのゴール、後半10分、2対1、7番の長い後半の10分、逆転のゴール、2対1。コーナーキックは3本目、国見高校です。2対1、三浦が蹴ります、1点リードの国見のコーナーキックだ、三浦が蹴ってどうか、ヘディングはゴール、ゴール、3点目、9番の姫高、9番の姫高、3対1、3対1、国見が2点リード、ヘディング見事に決まりました、ユース代表の姫田。武南高校後半4本目のコーナーキックを得ました。さあここで1点欲しい武南、13番の江原に合うか、6番の高田が蹴る、高田が蹴って、佐藤が江原スルーした、キーパーこぼしている、7番浅利、浅利のシュート、あーダメだ、浅利のシュートはダメでした。7年連続7回目の国見高校、過去6回のうち優勝2回、準優勝1回。さあ江原だ、どうか、ね、ダメです、よく守られたんですね今。すでに手元の時計では40分を過ぎております。そして13番の江原、現在8得点、得点王。ここで試合終了、3対1、国見高校が2年ぶり4回目の決勝戦進出を決めました。武南高校敗れました。先取点取られただけにね、随分苦しいゲームでした。最後の最後までやっぱり不安感はございましたね。どうですか、シュートを決めた瞬間というのは。そうですね、最高ですね、こんないいところで得点決められて、もう本当嬉しいです。永井君、見事なドリブルから、そしてパスを受けてシュート、どうでした。狙ってました、あれは。明日はいよいよ決勝戦です、どう戦いますか。もう3年間の総まとめなんで、もう力をもう全思い存分出し切って一生懸命頑張ります。はい、さてご覧のように国見が武南を3対1と下しています。さあ堀池さん、はい、国見のサッカーというのはどういうサッカーですか。本当に大事に大事にボールをつなぐサッカーだと思うんですよね。であとは両サイドをうまく使うってことですね。両サイドね、そのつなぐサッカーのキープレイヤーというのはいるんですか。やはり永井君、三浦君だと思います。そしてね、その今日国見が勝った勝敗の分かれ目はどこだと思います。前半はね、国見は本当に出来が悪かったんですけど、後半に両サイド本当にうまく使ったってことがやはり勝利じゃないですかね、勝った理由だと思います。でもこういった大一番でその自分たちの本来のサッカーできるかすごいですね。そうですね、まあ、前半はね、無難の方がすごく良かったですからね。前半から同じサッカーをやってるんですけど、後半の方がやはり
もっともっといいサッカーをやったんじゃないですかね。前半ずっと押されている、はい、その時にこらえるディフェンダーの気持ちってのはどういう気持ちですか。しんどいですよね、はい、時にはフォワード前の方何やってんだっていう気持ちになりません。なりますよ。やっぱり、はい、だから今日は3点のうち2点バックが取ってますからね、はい、そういう何やってんだっていう気持ちがあったんじゃないですかね。そうですね。さあ改めて、今日の結果をご紹介しましょう。山城高校はエースストライカー今淵の活躍で習志野に快勝しています。そして武南は江原の今大会8得点目のゴールで先制したものの、後半国見の波状攻撃を抑えきれず逆転負けをしております。毎日臼井がお伝えしていますこのコーナー、残すところあと2日となりました。今日のまさこの始まりの予感はこの人です。習志野の点取り屋原正俊選手。2年生ながら今大会の1回戦南部農林戦では大量5得点を挙げ、その名を一躍全国に知らしめました。武器は垂直跳び70センチというジャンプ力と左右両足から打てる強烈なシュートです。今日国立競技場で行われた山城との準決勝、原君は終始厳しいマークに遭います。チームの反撃も虚しく試合終了、自分のプレーができないまま銅メダルを胸に国立を後にしました。どうもありがとうございます。今日惜しかったよね。そうですね、でもみんな楽しんでやってたんで、いい思い出になりました。何がダメだったんだろう。山城よりやっぱ気持ちで負けちゃったんじゃないかなと思いますよ。どんな気持ちですか。ゴールの執念ですか。来年もし来れたら来たいです。来て決めたいですね、もう一回。今日は絶対1点取ろうと思っていた、最後の最後まで負けるとは思わなかったという原くんなんですが、今日の試合見ていかがでした。そうですね、今日はあまり出来が良くなかったんですけどね、まあ、今日は1人2人3人ぐらい、ね、マークが来てましたからね、これからはもっと周りを、ね、うまく使うようになったらもっともっと生きるんじゃないですかね。周りを使う、はい、まあ、あともう一つ何かこれからの課題、何かアドバイスいただけますか、ね、ただ2年生ですからね、まあ、来年もう一度原くんが、ね、チームを引っ張って国立に来てもらいたいです、ね、はい、その原くん、はい、国立競技場は大きい、芝が綺麗でふかふかの絨毯みたいだった。来年ぜひここで。今日が始まりの第一歩です。さてそれでは明日はいよいよ決勝です。まず第70回前回の決勝の模様からご覧いただきましょう。この大きな声を出している金馬監督、アーポストにいる松並に合わせるか。今口出てきた、ゴール前に出して松並ヘディングシュート。さあ4回中央ゴールヘディングシュート、ゴールシュート、ゴール持った阿部松並、ゴールキーパー出た、入ったか、入ったか。さあ誰に合わせるか、ゴールショットヘディングシュート、どれぐらいプレーできるか。ここで試合終了。四日市中央工業初優勝、そして帝京高校6回目の優勝を飾りました。ご覧のように前回は点の取り合いになった決勝、明日の決勝は鍵を握るキープレイヤー誰でしょうね。山城ではやっぱり今淵君、10番今淵ですね、はい。この選手はどういうところがいいですか。スピードとパワフルことですよね、まあ、本当に2トップの特徴を生かしてね、本当にいい攻めをすると思いますね、まあ、あとねゴール前で本当にそつなくね点を取るってことはこぼれ球とかね、ああそういうところだね、はい。それで国見高校の方のキープレイヤーは永井君じゃないですかね。永井君、はい、こちら7番ですね。永井君の良さというのは本当に相手をね、ドリブルでかわしていけるってことですよね。あとボールコントロールとかもいいですからね。そうですね、まあ、彼に、ね、どれだけボール集まるかと思います、ゴール前本当に怖いんですけど、どっちがディフェンダーとして嫌なタイプです。まあ、僕としてはやっぱり国見とやる方が嫌ですけどね、うん、はい、まあ、それはどこからでも
攻められるってことですよね。一人に絞れないわけですね。永井君だけじゃなくて三浦君もいますからね、はい、あとディフェンスのね姫田君もヘディングはシュート力ありますからね。ああそうですね、はい、ディフェンダー国見高校の姫田、はい、うんということなんですけども、今渕君が言ってましたね、その今度姫田君と対戦するけども絶対に負けない自信はあると。あそうですか、頼もしいですね。頼もしいですね、はい、さあそれではここでそうですね、決勝戦の予想なんですけれども、はい、堀池さんの予想はこちらです。出ました、なんと3対1国見の優勝。これはなぜですね、まあ、天気が良ければの話なんですけどね。天気が良ければ、はい、それはつなぐ国見のサッカーのねできれば、まあ、山城には悪いんですけど3対1かなと。天気がいい方がつなぐサッカーにはいいんですか。そうですね、やはり今日はちょっと苦しみましたからね、国見の方は。じゃあね、その山城が勝つきっかけ見出すにはどこ。やはり今渕君をいかに使うかですね。うまくいいボールをあそこに出すかだと思うんですよね。だから先制点取ったら山城もわからないですよね。そうですね。さあ明日はいよいよ決勝戦です。31年ぶり3度目前田監督率いる山城か、それとも一昨年の優勝校小峰監督率いる名門国見か、高校サッカー日本一を目指しての対決です。なおこの模様は午後2時からご覧のチャンネルで実況生中継でお伝えいたします。両校の白熱の一戦をご家庭で職場で学校で大いに燃えていただきましょう。こんばんは。全国3995校の頂点を決める第71回全国高等学校サッカー選手権大会、いよいよ決勝戦です。今日の国立競技場、快晴の青空の下、決勝にふさわしい好ゲームとなりました。始業式が終わってから駆けつけた高校生たちを中心に4万5000人の大観衆、ため息がどよめきが、そして悲鳴が遠く青空に響き渡りました。さて今日も高校サッカーハイライト、素晴らしいゲストをお招きしています。日本人プロサッカー選手第1号、そしてジェフユナイテッドのジェネラルマネージャーです、奥寺康彦さんです。どうぞようこそいただきました。ありがとうございます。奥寺さん、決勝の試合をご覧になったということなんですが、どうでしたか。そうですね、国見高校の、ね、多彩な本当に攻撃と、それから山城高校の本大健闘ですよね。これが印象に残りましたね。また後ほどたっぷり解説していただきます。さて今日のゴール数なんですが、こちらですね、こちら2ゴール。さてこの2得点、山城なのか国見なのか、後ほどご覧いただきます。そして今日までの総得点がこちらです、141ゴール。後ほどベストゴール集としてたっぷりご覧いただきます。早速ご覧いただきましょう。優勝は京都府代表、31年ぶり3回目の決勝進出山城高校なのか、それとも2年ぶり4回目の決勝進出長崎県代表の国見高校なんでしょうか。何かが始まりそうな予感がしてまいりました。始まりのお姉さんこと私が両校の試合前の表情を追ってまいりました。ご覧ください。淡々とアップを続ける国見高校の選手たち、掛け合う言葉はありません。でも大会が始まる前から全員の目標はただ一つ、優勝。秘めたる闘志をお互いに確かめ合っているのが伺えます。一方激戦続きで主要メンバーに怪我が多く疲れが見え始めた山城高校、さすがに緊張した表情です。決勝まで来るなんて夢のよう、でも今日で終わり、今日しかないんですという選手たちの目に執念が浮かびます。試合を決めるポイントはどこになると思われますか。いやー、なんでしょうね、まあ、いろんなドラマが生まれる大会ですからね、ちょっと想像しにくいですね。選手にはどんな指示を。別にも普段の彼らの力をね、見せてくれと、それぐらいですね。いよいよ決勝戦です、今のお気持ちを。いや本当にね、ファイナルゲームに出させてもらえただけで本当に嬉しいです。まあ普段のねつもりで行こうということを、みんなにも言ってたんで、普段のままでそういう気持ちで来ました。今までいろんな強豪と当たってきて、やっぱりディフェンス陣がよく頑張ってきてくれてるんで、今日は攻撃陣がそれに応えられるように点を取りたいと思いますけど。とにかく最後の大会なんで、
できれば優勝して監督を胴上げしたいってみんなで言ってました。これが高校生活の総決算ですものね。はい、そうですね。本当悔いの残らないように一生懸命プレーします。国見は長井のね弟がいますしね山城は松山さんとは先輩がいるのでねどっちも頑張ってもらいたいなと。怪我しないように頑張ってくださいね。読売で待ってますから3995校から今2校が国立競技場のフィールドに入ってまいりました。第71回全国高等学校サッカー選手権大会、京都府代表の山城高校、長崎県代表の国見高校の対戦です。今キックオフになりました。決勝戦、黄色いユニフォーム縦島が長崎の国見高校、白いユニフォームが京都の山城高校です。コーナーキックです。このセットプレーは国見は特に強いですからね。そうですね。ここ山城ずっと耐えなければいけません。さあ天高いボールを上げた、ゴール前、ヘディングはどうだ、どうだ、あっと、ありません。井上のヘディング。さあ国見高校ロングスロー、長いボールを入れて井上落とした中で、どうだ、打てるか、打った、ゴール前、あっと入らない、入りません。国見チャンスを逸しました。素晴らしい攻め、井上君ですか。井上ロングスローから、ミッドフィルダーが永井敦であります。日本一のドリブラーというふうにご紹介しましょう。お兄さんがあの読売ベルディで活躍しております秀樹さん。何持った、うまく入った、ドリブル入った、打てない、ナイスカバ ー。7番の永井です。このドリブルご覧ください。この積みですか、このここからこのフェイントですね。効きます ね。冷静にね、昨日は見てましたけどね、はい、ゴール前井上が詰めてきます、はい、どうだ、グラウンダーシュートはどうだ、入った、ゴール、国見高校先制点、前半25分国見先制点、4番井上が先制点を取りました。国見高校なおびっしり入りました、うん、国立競技場どこだろう。いいパスが出ました、山城高校ゴール前、2番詰まった、2番詰まった、2番詰まった、シュートどうだ、弱い、惜しいチャンス、チャンスになるか、抜けたぞ山城、ゴール前スルスルっと10番今淵上がっている、上がることができるかどうか、こぼれた、チャンスだ、どうだ、どうだ、あっとゴールライン割りました、惜しい、川勝です。さあ前半ご覧のような結果となっていますけれども、奥寺さん、前半のポイントはどこでしょう。そうですね、結構国見高校が攻めましたよね。で、まあ、1点しか取れなかった。で最後の35分過ぎぐらいに山城高校の、ね、チャンスがありましたよね。あそこでやはり山城高校が点を取れなかったことがちょっと苦しかったか、痛かったかなという気がしますね。で国見高校のサッカー前半を見てどういう感じですか。本当にあの多彩ですよね。もう両サイド真ん中どこからでも攻められるという感じでね。だからなかなかその山城高校としてもどこを抑えたらいいかってポイントがちょっと困ったんじゃないですかね、まあ、この1点なんかでもね、本当にこのここで抜いておけですね。そして井上君ですね、このスライディングシュート、本当にこのどこからでもこれっていうのは本当に恐ろしいですよね。というと三浦永井というラインが注目されてますけども、またここで井上という選手が、そう、それに15番の田尻君ですかね、いろんな本当にこう抑えられる、真ん中で抑えちゃいけない、もう他に不平がたくさんいるっていうのがやはり今年の国見じゃないですかね。ということは前半を折り返す時点で山城はどういうふうに立て直せばよかったんでしょう。山城はですね、もう一回やはりディフェンスをしっかりチェックしてですね、それから後半に向けた方がいいと思いますね。まだチャンスありますから。そうですね、はい、さあその後半の模様は CM の後、そして優勝チームの選手たちがスタジオに来てくれる予定です。0と前半リードで折り返しました。山城の追い上げなるか、まだまだ分かりません。それでは決勝の模様どうぞ。後半の5分経過です。ボールの寄りが今のところですね、はい、国見の方がね、はい、上回ってますよね。ですから拾えるんですよ、はい、おーっといいパスだ、ナイスパス、ナイスパス、持っていったセンターリーグ、しかしダメ、しかしいいパスを出しましたね。で今淵は熱はあるんですが動きは大丈夫というふうに見てます、はい、国見高校長井です。ポンと上げてきたか、あーっと抜けた、シュートは井上、追加点になりません。国見高校今上から来ると思ったんですよね。
狙い方がねまた意外性がありますね、はい、そして三浦君は三浦持っていいドリブル左足のシュート入ったゴールすごいシュート素晴らしいシュート2対0素晴らしい左足のシュート素晴らしかった目の覚めるようなシュート2対0ですそうですね山城は逆襲を狙うか国見高校追加点になるか上げてヘディング落として外側からシュートだどうだ元田8番です2年生の元田ニコッと笑いました石塚ずっと初戦から出ることはできませんでしたその石塚が出てまいりましたみんなやってきた待ってたとこんな表情を見せました2年ですよくやりましたね1m82cm77kg さあ国見高校流れを変えるか国見持ったセンターリーグいいボール、はい、おっと大きな45度打てるか打てるか打つか打った打ったおっとキーパー勝ち気大好きキーパーファインプレイツートップにはもっと前で仕事をしてほしいというふうに長いボールちょうど中間点に落ちる面白い面白い今渕が行ったシュート今渕のシュート1本目ラモス選手は家族で見えてるようですねお正月も天皇杯で大変でしたから今家族サービスでしょう、はい、さあ山城チャンスシュート打ったどうだキーパー足塚を抑えた山城高校シュート2本目ナイスパスはいいけ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 さあ持った持った打て打て打てるか壁は3人打てるか持ち込んだシュートはどうだ持ち込んだが打たないもう1回右手にさあパスは出せない惜しい以上、まあ、26ってスコアもあるけども、はい、ね、さあ、今主審が時計を見ています、ね、試合終了国見高校2年ぶり3回目全国優勝になりました小峰監督やりました監督さんをこの国立で胴上げすることそう言ってましたねはい、今までかなりお世話になってるんでできればこの国立で胴上げしたかったですそれにしても2点目素晴らしいゴールでしたはいやっぱり今日は1点取ろうと思ったんで本当シュートが入ってとても嬉しいです見事優勝を飾りました国見高校小峰忠俊監督そして選手の皆さんですおめでとうございますそして小峰忠俊監督に臼井さんから花束の贈呈ですはいどうもおめでとうございま す, いますそして先制点を見事取りました井上選手になんと奥田康彦さんから花束の贈呈です。さあ、そしてですね、これちょっと井上君に、していただきまして、小峰監督、本当におめでとうございます。どうも、ありがとうございます。試合終了のホイッスル、どんな気持ちでお気になりました？やはりね、勝負というのは分かりませんのでね、終了のホイッスルが鳴るまで、こちらも緊張のしっぱなしですから、やれやれという感じでしたねそしてあの瞬間に涙が浮かんでいたように見えたんですよそうですね、ね、まあ、本当優勝というのはやっぱり感激感動するものですね何度もう3回目の優勝になりますねそれでもやはりそうですかそうですね、彼らが本当にいろいろ普段やってくれますからね、それに対する感謝の気持ちがついつい出てしまいますねあの読売ベルディの永井秀樹さんがこのスタジオにいらっしゃった時に小峰監督のマイクロバスを運転する背中が映りました監督をそこまでさせるものは何なんですか、やっぱりこう日本一になりたいというあるいは彼らがいい選手になってもらいたいという一つの大きな夢あるいは目標といいますかねそういうようなものがありますので、何か毎日かまた楽しい気持ちですねうん楽しい気持ち、ね、そして今回国見高校そして雲仙普賢岳という災害がありました何よりも地元へのプレゼントですねそうですねそう皆さんに喜んでいただければね、大変幸せですねそれではですねここでもう一度決勝戦を振り返ってみたいと思いますさあここで1点目ですね奥寺さん、その1点目、ね、本当にあそこで、ね、よく井上君が、ね、スライディングしてあーっと思いますよね大変もう本当に難しいところだと思うんですね難しい、あそこでやはりスライディングしなければ点にならないところですからねまあそのリーチっていうかね身長の足の長さかもしれませんけどね足の長さかもしれない、で本当に良かったいい点ですね
その稲尾君、今聞いてみていかがですか？いや、足長くないんででも執念のゴールでしたよね。ただ足伸ばしたら当たったって感じで改めて見てみてどうでした？変な顔してるなと思いましたなんとなく試合が終わってホッとしてますか？今今はホッとしてます。そしてですね、ここで、よく守りましたディフェンダーの姫田君。姫田君、はい、お隣ですね。いや、今日は蔡さんのしつこい攻めにもよく守りましたね。もう僕以外に他のディフェンダーのやつらが一生懸命やったと思います。そうですか。はい、でもいわゆるエース殺し姫田としてはやはり今日は頑張りましたよね。まあ、自分なりには頑張りました。これは思いですか？優勝の重み。そうですね。さあ、そしてですね、後半に入りまして2点目が入ります。その模様をご覧ください。はい、奥寺さん、この2点目も素晴らしいゴールでしたね。そうですね、本当に思いっきりがいいシュートっていうんですかね。なかなかあそこからこう打つ気持ちっていうのはならないと思うんですよね。でも三浦君やはり点を取ってますから、そう自信があったような気もしますね。で、角度っていうか本当にバックとバックの間でね、よく抜けていったなという気がしますね。もう一人バックが寄ってればもう当たってて入らなかったところなんですけどね。タイムもぴったりで、その三浦君とともによく突破していきましたよね。長井君、いや、今日は松浦のいい突破を見せてくれたと。そしてその1点、嬉しかったです。でも試合が終わった時ちょっとがっかりしたような顔一瞬見せませんでした？やっぱり得点したかったですね。今日は本当に小峰監督にいいプレゼントができましたね。そうです ね、 ご覧のように2対0と2人素晴らしいゴールを決めてくれました。国見高校見事な優勝です。さて今大会実はですね、優秀選手30人が発表されています。ゴールキーパー4人、ディフェンダーとフォワード9人、ミッドフィルダー8人のメンバー、優勝した国見から4人、準優勝の山城、そして習志野、武南、静岡学園、南宇和の5校から3人が選ばれています。この中から20人が選抜されて4月1日からスイス、そしてドイツに遠征、第31回デュッセルドルフ国際ユース大会に出場します。奥寺さん、このメンバーを見てどんな感想をお持ちですか？そうですね、やはりこの大会でね、それだけのことをやって、それだけっていうかね、それだけ選ばれるだけのことをやってる選手だと思いますね。国見選手も何人も選べてるし、長井君なんか本当にこれから楽しみな選手だなって思いますし、三浦君なんかもまだまだ伸びるかなっていう気もしますよね。で、特にトップのフォワードの選手で、この背の高い選手とそれから背の小さい選手というすごいバランスっていうかね、前までは本当に背の高い選手か小さい選手かっていうのがあったんですけど、それが今回の大会ではミックスしている個性的な選手が多かったなって気がしますね。今大会そういう感じ、あとハーフの選手はいいパス出せる選手が多くなったなって気がしますね。本当に楽しみなんですが、さてここにいる選手たちのプレーがまたまた見ることができるんです。あのプラティニが所属していたフランスの名門 AS ナンシーユースを迎えてのニューイヤーユースサッカーが1月10日から行われます。試合日程はご覧の通りです。1月15日は駒沢競技場で今大会優勝の国見高校が試合をします。ファンの皆さん、ぜひお見逃しなく。奥寺さん、外国チームとの試合の期待、どういうことを学んでほしいですか？そうですね、技術的とかなんかはね、多分そんなに差はないと思うんですよね。ただ向こうの選手のそういう外国人って変わった感じがしますからね、その慣れるためにいいんじゃないですかね、雰囲気的にもね、多分いい試合してくれると思いますけどね。さて、こちらでプレゼントのお知らせですね。はい、今日が最後になったところです。さあ、今度は縦に抜けた、さあ、ミキだ、ミキのシュートだ、入った、ゴール先制はミキのシュート、静岡学園の特徴です。久保山から折り返してゴール前、山村に合うか、鈴木のシュート決まった、ゴール、キーパーがいっぱいプレー出ました。そうですね、はい、まだチャンスは続く、あとゴール、シュートアウト、中央に戻して江原だ、シュート、シュート、ゴール、
サイドを突破して進んでいく、逆サイド詰めているボレーシュート先制ゴール、山陽高校だ。また6番の西川が掘り込む、このボールヘッドゴール、大塚のヘディングシュート決まりました。10番の鈴木伸明、さあ出した左足シュートゴール、山村君ですね。それから世界へ羽ばたいていこうというサッカー観念です。さあまた国が攻めるロングシュート決まった、ゴール、三浦の左足が火を吹きました。差がつきました、トラップしてシュート、ゴール、素晴らしいシュートです。そして三浦、札持ってドリブル、左足のシュート入った、ゴール。はい、ここで、永井選手のお兄さんです、読売ヴェルディの永井秀樹さんが駆けつけてくださいました。花束を持っての登場です、ね、それじゃあ小峰監督、永井君、永井選手から花束の贈呈です。本当におめでとうございます、それではですね、ここでちょっともうできればですね、時間の許す限りちょっと選手のお話を聞いてみたいと思うんですけども、じゃあディフェンダーの京君、ね、優勝今の実感としてどうですか。嬉しいです、ね、まず今大会中来るときにどんな気持ちでこの東京に乗り込んできました。いや、1試合でも多く試合ができるように頑張ろうと、ね、でそして本田君、本当にいい働きしました。そうでもないですけど、うん、優勝の瞬間、決まった瞬間どういう気持ちでした。ああ、もう最高な気分だったです。そうですね、本当に、優勝、ね、おめでとうございます。そして奥寺さん、この大会を通じてお感じになったことを。そうですね、最初僕見た時にね、なんかこうみんながの方から湧き出るものが、ね、感じ取られなかった試合が多かったんですよね。でこうだんだん試合が進みに行って勝ってくるチームっていうのは本当に自分たちの力を一生懸命出してる、そういうチームがやはりこう勝ってきてる気がするんです ね、 ですね、まあ、もちろんそのゴールへの執着心とか ね、 そ う、 ですね、そういうものがすごく出てきてるチームがやはり勝ってきてましたね。だからすごくまあその点ではだんだん安心したんですけど、最初はちょっとどうかなという、なんかみんな寒いでサッカーやってるんじゃないかなって心配しましたけどね。それでは最後に永井選手、弟さんに一言お願いします。そうですね、まあ弟だけじゃなくてね、本当やっぱり国見のみんながね、やっぱり力を合わせてやったことがやっぱ優勝っていう、そういう栄光に結びついたと思うんで、やっぱり弟もそうですけど、やっぱりもう本当国見サッカー部全員にやっぱりして、小峰先生はじめね、やっぱりもう関係者の方全ての方にやっぱりおめでとうと僕から言いたいですけど。国見高校の優勝で第71回全国高校サッカー選手権大会幕を閉じました。また来年集ってほしいと思います、国立競技場に。それではまた来年お会いしましょう、さよなら。1873年、サッカーが偉人さんの蹴鞠として日本に伝わり、120年の時が流れ、そして1993年、日本のサッカーの新たな夜明け、その昇りゆく朝日にきらめいたもの、それは君たちの汗だった。今こそ船に乗り込め、世界へこぎ出せ、君たちなら越えていける、皆の中に確かにあるもの、始まりの予感を心に抱きながら。